皆さんおはようございます。小野坂雅也のニューヤング TV 始まりますよ。さあということで、頑張ってやっていきたいんですけども、今日もなんと大変なのに来てくれてます、小西くん。小西くん、イエーイ。うん、ちゃうねんちゃうねん。もうそろそろちゃんとほら、はい、どうも、はい、よろしくお願いします。9月に入ってね、小西くん、また暑さがぶり返してきましたけども、はい、ちょっと暑さで疲れちゃってるかな、疲れてるよね、癒してあげないと。小野坂さんはこの番組で、あ、見てる方々もね、そうです、そうです、そうですよね、癒し考えなきゃいけないですね。癒し、小西くんにとって一番の癒しって何なんですか？お金ですかね。お金と名誉とちょっと待って、何アニメの悪者みたいな話になってるお前の。ちゃうね、何でもできるじゃないですか。見てる人は欲しいものは全て手に入ります。お前のことをアニメのこう勇者の方で見てるわけよ。そんな人いるかな。そのグレー泥棒みたいな人してるよ。ヒゲ気になるんだったらヒゲそれいつもお前。あ、分かりました。じゃあ、人気が欲しいなあ。あ、もう終わりだ。終わりだ、それ言われたらもう終わりだ。さあ、小西くん、はい、今日はですね、はい、ちょっとなんか面白いアプリがあるって言ってね、スタッフが見つけてきてくれたんですけども、小野坂さんも小西さんも、はい、声優さんだから、はい、言葉の魔術師でしょっていうこと。ちょっと言ってることがよくわからないんですけれども、早口言葉なんか楽勝でしょ。あ、ちょっとこちらのスタッフさん勘違いをされてるかもしれないんですけども、声優さんは早口言葉特に得意ではないです。ただこれです、はい、君ね、はい、声優に対しての、はい、世間の評価っていうのはね、はい、毎日言葉喋ってんだから、あんた方早口言葉くらい簡単できるでしょっていう言い草なの。えらい柄の悪い一般の人ですね。やからですよ、やから。よし、やろうぜで、早口言葉っていうこういうアプリがあるんですね、はい、で、これ例えばね、今やってみますけど、はいはい、スタートを押すと、魔術修行中これを魔術中、違うね、ここを押すねんね、はい、せーのでいく、はい、せーの、魔術修行中、魔術修行中、魔術修行中で3回認識されると、はいはいはい、ここで終わるわけで、次、バスガス爆発、バスガス爆発、バスガス爆発。これなんかちょっと待って、待ってバスガス爆発、バスガス爆発、バスガス爆発って言えてるのに言えてない。確かにちょっと最後のちょっとやばかった、ワンセンテンスはちょっと甘かったです。本当、隣の客はよく駆け食う客だ、隣の客はよく駆け食う客だ、隣の客はよく駆け食う客だ。で、これで、はいはいはい、タイムはまあ最高と、はいはい、で、滑舌はまあまあですね、まあまあですね、お二人さんまあまあですね、まあまあできたらいいですはい、はい、で、これで3問やって点数が出ますので、はい、これで小西くんと僕で競い合おうということで、ただ単にこれをやったらつまんないからということでさ、なんか面白さが必要なんですか、こちら、この箱が、はい何々になりきってやってくださいということで。なるほど、うん、さあ、じゃあ早速やっていきましょう、はい、やっていこう、はい、どっちかいきますか。最初はグー、じゃんけんポン、アイクでしょ、どっち勝った方が負けたじゃあ僕いきましょうか、はい、よし、じゃあ僕はこれ、てんてん、なんですか、小西さん、ダダ、爽やかイケメン、うわー、一番滑舌悪いやつやったぜ。これスタートまず押すんですよね、うん、スタートを押して見て、うわー、あー、シャンシャンショーのやつや爽やかイケメンですよ。わかりました、どういう感じでいくこれは怖いからさ、爽やかイケメン、名前なんていう、みんなこんにちは、新春シャンソンショーが始まるよあ、ごめんなさい、ちょっと待って次の行った、早く、みんな知ってると思うけど、魔術修行中なんだよ。え？なんだって？著作者？いやいや、僕はそういうもんじゃない。皆さん見ていただけてわかると思うんですけど、役者って役をつけるとこうなります。いや、だって爽やかイケメンな風を出そうと思ったら、小西くんの中のセリフが必要じゃないですか。爽やかイケメンは今一つっていうことです。じゃあ、小野坂さん。
2人でね1個のイヤホンってやっぱ無理ですわ無理やな無理ですわ。さあ小野坂さん、はい、聞いたのは何ですか。ダン小学2年生でじゃあ小野坂さんの思う小学2年生で、うん、ぜひとも滑舌イメージはできてますか。あんじゃあ小野坂さんお願いします。あんいきます。シン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 著作者著作者著作者隣の警官よっかっきゅうけた隣の警官よっかっきゅうけた隣の警官よっかっきゅう56点。あー1点負けた。嘘でしょ。ちょっとあなた見た今滑舌いい感じタイム今一つ。いやいやいや滑舌良くないですよ。だって56点。だってクソ小西くんクソって出てたよ小西くん、ね、認識のところに小西くんわらわらわらクソって出てたよ小西くん。機械は嘘つかない。嘘でしょ。アプリの悪口言っちゃいかん、うん、これ自分の問題や。自分の問題や。自分の問題。そうですよ。私が選んだのはこちら、はい、女子高校生。女子高生はいお願いします。新人ちゃんどうぞ新人ちゃんどうぞ新人ちゃんどうぞ。認識してない認識してないよね。認識してないんだけど。東京特許許可局東京特許許可局東京特許許可局許可局許可局著作者著作者著作者。いや押して途中でこれ52点。わーちゃうねん。1個目あれやで全然認識してくれへんかったよ1個目。それは自分が悪いんです。だからソフトが悪いんじゃない。俺のせいか、うん、こうか隠しちゃったかもしれないな。マイクも決めるぞ、ね、さバーのママ。わーこれ簡単なやつ。バーのママどこの辺のバーにしますか。え場所銀座じゃダメなの。北千住で。北千住のバーのママ。バーのママわかりました。生麦生米生卵生麦生米生卵限定されますね。新春シャンションショー新春シャンションショー新春シャンションショーでしょ社長さん。東京特許許可局よ東京特許許可局よ東京特許許可局よ。6でしょ。ほら滑舌いい感じタイムまあまあ。このソフトちょっと面白いね、うん、面白いね、うん、じゃあ僕の選んだラストはこちらでございます。おじいちゃん。これはでもおじいちゃんだから滑舌もタイムもちょっと不利ではありますね。ただこの人がおじいちゃんという認識をしてたら、うん、おじいちゃんだから滑舌このぐらいで甘くていいかなって思うかもしれない。あ、わかりました、うん、おじいちゃんでいきます。隣の客はよくかき食う客だ隣の客はよくかき食う客だ隣の客はよくかき食う客だ。いいんじゃんこれ。老若男女老若男女いかしけれるのか。いや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 。あ、64点今までで最高ですよ。そうおじいちゃんタイムがちょっと難しいですね。早いおじいちゃんってやればよかったのに。いや早いおじいちゃんはいないです世の中。見たことない。役作りに厳しいねお前は。厳しいね。やっぱりリアルを追求しないと。そらそうだ俺たちはそうだ。熱血体育教師。わこれは簡単ですよ。熱血体育教師。これは滑舌の良さもスピードも稼げますね、うんうん、生麦生米生卵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 東京特許許可局東京特許許可局東京特許許可局バスガサスバスガス爆発ガス爆発バクタッバクバカです65点バカですバカって滑舌いい感じタイム今一つ。嘘でしょ。65分です。熱血教師で熱血教師でもうこれぐらい出ますから。うわもう俺最初にやった爽やかイケメンが失敗したな。爽やかイケメンはだから向いてないですよ森さん。あのセリフにしたのが良くなかった、うん、当たり前だ。さあ結果が出ました。じゃん、はい僕はですね合計点が194点。おすごい。そして小西さんが55点、52点、64点で合計が171点。逆転してねえバカということで俺の勝ちでーす。よっだっただ。僕は今後今日やった役はやらないようにしたいと思います。お前は俺バーのママ特に良かったんで皆さんバーのママの役でよろしくお願いします。さあということで小西君、はい、今日は早口言葉のアプリをやったんですけど、はい、いろんなアプリがあるんですね。でも僕こういうのがあるとは、うん、どういう人が需要があるの、うん、こういうの
まあなんかあの声優になりたいなっていう人がもしかしてやってるかもしれない。じゃあダメだな。このまま一人は。だってうちのスタッフ、うん、小野さんさんいいの見つかったんですよ。声優さんのやるゲームといえばもうこれですよって言って、多分そういう人しかダウンロードしてないじゃん。声優さんがやってる YouTuber 御用達のアプリですよ。アプリですね。ねえ、またね小西さんね、そうですね、トップションもないアプリ見つけてきますんで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ゆい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  YouTuber ニュン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 ヤング TV。 明日もお仕事頑張ってね。バイバーイ。